再生は言う。俺はずっと音楽家としてやっていきたいけど、クラシックは大変って聞くし、いつまで続けられるのか心配。そんなことはないぜ、音楽一本に縛られることはない。企業で言えば高く経営、個人で頼まればいいだけ。自分でショップを経営しているミュージシャンなんてかっこいいじゃん。君の喜びと直結するもの、音楽以外のことはやってもいい。音大生は言う。あたし音楽やるのは大学までなの。だから就職するつもりだけど、これで音楽から離れちゃうの寂しい。そんなことはないさ、君はすぐ0か1かで考える。仕事をしながら質の高い音楽を作る人は山ほどいる。本当にやりたいことなら年に一度の舞台でも十分。ただしそれは決して楽じゃない。全て君の情熱次第。音大生に言っておきたい、音楽を離れては